浜酒造の、うん、日本国産米の、と思うと思いますね。何言ってるか分かんないけどね。そう、豆乳とね一緒に飲んでいこうかなと思ってます。まず豆乳を次持っていきますね。まあ、これが豆乳です。周りにもいいらしいですね。まあ、髪の毛にもいいって言うけど、なかなかね、まあ今ストレスでちょっとね抜けてるけどね、多分久しぶりだった人には抜けたなっていう感じなんだろうけど、まあそういう感じでね、ストレス性と遺伝性ですね。うん、まあいずれに小林製薬が髪の毛が生えてくるので、出てくるので、それをまあもうすぐ出ると思うんだけどね。歯はできたんでね、歯の生えてくる実験を成功してるんで、多分髪の毛も来るでしょうね。まあ、だ髪の毛あるのかないのか全然違うからね。女性ホルモンを増やすためには豆乳ですね。うん、ストレスとかでねちょっと抜けるのが多いんですよね。今ね、では豆乳と甘酒を入れてみたいと思います。甘酒もちょっとね お値段お高いけど、まあね、あらちょっとこぼしちゃった、あと引かないかな、最悪や。まあ、ちょっとこぼしちゃったね。うん、これ今吹かないかな、これね、ついてないな。うん、でこれを入れる。大体ねこれ跳ねるんですよ、ある程度。ちょっと知らんけどね、落下速度と、うん、空気の圧で跳ねますね。うん、跳ねた前に跳ねた前でおらんね。なんか勝手にやめつけたらね、うん、年取るとさなんか出てくるんだよね。うん、